ミハイル・ミハイロビチは、ロシア大公。ニコライ一世の4男、ミハイル・ニコライエビチ大公の次男、母は大公妃、オリガ不要ロブナ。ミハイルは、ペテルゴフで生まれた。1862年、父ミハイルが、カフカース総督に任命されたことから、一家は、グルジアの地フリスへ転居。以後20年余り暮らした。軍人である父は、不在がちで、 家の中では子供に水風呂を使わせるなど、スパルタ教育を課した。子供たちに対して遺線を引く厳しい母は、いつも幼いミハイルを、長兄ニコライと比べて、ミハイルは、頭が悪いとみなしたため、彼は母を避けるようになった。成長して、父同様に軍人となったミハイルは、ロット戦争に従軍、大佐となった。1882年に、父が、 大臣職に任命されたために、一家はサンクトペテルブルクへ転居した。ミハイルは船舶で特に目立つ才能はなかったが、長身でハンサムであった。彼は帝都の社交界の長寿となり、終わりのないパーティー、ダンス、掛けごとに時間を費やした。皇帝アレクサンドル三世は、ミハイルのことを馬鹿者とみなした。ミハイル大公とゾフィー。 1903年花嫁探しを始めたミハイルは、テック公女、メアリー、ヘッセン大公女、イレーネ、イギリス王女ルイーズに次々とプロポーズし、すべて断られた。その後、ロシア貴族の霊場を妻に迎えようとしたが、両親や周囲の反対を受けてご破産となった。その後、両親によって国外に出されたミハイルは、1891年、 ニースでメーレンベルク伯爵家のレジョー・ゾフィーと出会った。彼女はルクセンブルク大公、アドルフの異母帝ニコラウスが主人アレクサンドル・プーシキンの娘ナタリアとの帰遷結婚で儲けた子供だった。ゾフィーを乗せた馬が突然走り出したところをミハイルが助け出したのだった。二人は恋に落ち同年の2月26日にサンレモで結婚した。結婚に際し、 ミハイルは皇帝や両親に結婚の許可を得ようとしなかった。彼はこの結婚が許されるべきものでないことを知っていたからだった。二人の結婚は帰戦結婚であるだけでなく、ロシア帝国法に照らしても違法であった。ゾフィエの父親はナスサオクゲ出身であったにもかかわらず、ロシア宮廷では大きな修文を巻き起こした。ミハイルは軍人の地位。 宮廷での場所を失った。彼は、ロシアに有国を生涯禁止された。ミハイルの母オリガは、息子が、帰船結婚したことを知ると、衝撃のあまり体調を崩し、療養のため、クリミアへ向かった。しかし、療養先で、心臓発作で帰らぬ人となってしまった。ロシアから追放されたミハイルは、実母の葬儀への出席も許されなかった。ミハイル夫妻は、イギリス、 フランス、そしてドイツで亡命生活を送った。ゾフィーは王子であるルクセンブルク大公アドルフからトービー伯爵夫人の称号を授けられた。夫妻はナッサオクゲの所領であったビースバーデンで最初暮らし、長女アナスタシアと次女ナデジダはここで生まれた。1899年、一家はカンヌに家を構えた。1900年、イギリス、 スタッフォードシャーのキールホールへ移り住み、ミハイルはイギリス社交界へ出入りするようになった。そして一年の半分を南仏で暮らした。姉、アナスタシア大公妃の別荘も近くであった。1903年には父ミハイル大公がカンへ移ってきた。この父親が1909年に亡くなるまで兄弟たちが変わる変わる訪問した。1909年、ミハイル一家は ロンドンへ移住し、エドワード7世と親しく交流した。彼はイギリスでの借位を得ようとジョージ5世に働きかけたが失敗に終わった。第一次世界大戦とそれに続くロシア革命でミハイルの資産はほとんどが失われた。彼らは小さな家に住み替えるなどして窮乏をしのいだ。ジョージ5世と王妃メアリー・オブ・テックから1万ポンドの援助を受けることができた。また、 長女アナスタシアが資産家、ハロルド・ワーナーと1917年に結婚し、この義理の息子からも援助を受けていた。次女、ナデジダは1916年にバッテンベルク公ルートビヒの長男ジョージと結婚した。ジョージは、ビクトリア女王の彦として、殿下の称号で呼ばれる、イギリス王室の一員であったが、第一次大戦中のイギリス国民のドイツに対する、 国民感情の悪化を懸念したイギリス王室の改正に従い、バッテン、ベルク家の姓をマウントバッテンに改めた。家族親類演者の無ごらしい処刑の法を聞くにつれ、ミハイルは精神の均衡を失っていった。彼は短期になり、些細なことで従者や妻ゾフィーに虐待を加えた。1927年にゾフィーに先立たれてから、さらに症状は重くなっていった。 1929年、インフルエンザのためロンドンで死去した、ミハイル大公と子供たち。左から、次女なで次男、長男、ミハイル、長女、アナスタシア、ミハイル大公妻である、トービー伯爵夫人、ゾフィーホンメーレンウェルクとの間に一難二乗儲けた。ありがとうございます。